さんこんにちは。いつも見ていただいてありがとうございます。巫女物語です。前回は、マサエさんに来ていただきまして、いろいろ摂食障害のことを教えてくださいました。その種類ですとか、特にフォーカスを拒食症に向けて話していただきました。ほとんど精神的な病気だっていうのがここで分かってきました。そしてまた拒食とは別に過食という症状もあると聞きました。マサエさん、今日もよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では、ウイコさん、今日過食に関していろいろお聞きしていきたいと思うんですけれども、何か最初にご質問ございますか？このじゃあ過食になる人の特徴っていうのはあれですか、基本的に拒食の方と同じような感じですか？そうですね、基本的なところはほとんど同じだけど、過食になる人たちの方が少しすごい社交的だったり外交的だったり、うちに行くというよりは、外に行ったり、あとはちょっと衝動性が高いっていうところはあるというふうに言われてます。体重は普通かちょっと多いかみたいな感じで、じゃあ、どこが何が問題なんですかね？何が問題かっていうのは気持ちへの反応ですね。本人さんたちはやっぱり好きでやってるわけじゃない、やめれるんだったらやめたいと思ってる。もちろん食べたくて食べてるわけじゃないんですね。それね、ちょっと難しいところなんですけど、本人は食べたくて食べてるって言うんだけれども、でも本当の部分は食べたくて食べてるわけじゃなくて、食べなくていいんだったら食べたくない、でも食べてしまうから食べてしまう、でもその後に過食症だったらおう吐だったり運動でその分を消化するだったり、何らかの対処行動っていうのがあるんですけど、下剤を使うとかね、でそれはその食べてしまったことへ のそれを帳消しにするだったり、自分への罰だったりっていうことの意味があるんですよね。なのでだけどね、それこそ日本のお医者さんは過食症で体重がある程度あるんだったら入院対象ではないですっていう人たちがすごく多いんですね。だからそこでまた苦しくなりすぎて自殺っていうことになっちゃったりするので、過食症、外見がいいから大丈夫っていうのはすごく危険な考えだと思います。アメリカの場合はやはりそういう診断能力に優れているじゃないですか、それとそれに対するサポートのシステムもできているし、保険の面ではどうなんでしょうね。そういうのって保険って出るんでしょうか？アメリカはもう摂食障害もかなり頑張って、この30年以上治療者も頑張って保険会社と交渉してきているので、摂食障害っていう診断がつけば必ずというか何らかのカバーはあるんですね。で大きく違うのは、日本は摂食障害って日本の精神科まだまだ全てにおいてそうですけど、外来か入院治療しかないんですよね。で入院治療も今の過食症において言えば、過食症で入院させてくれる病院っていうのは今のところほとんどないです。日本って曖昧なので、入院させてくれるとしても過食症っていうことに焦点を置いた治療をしてくれる病院っていうのはほとんどないですね。だけどアメリカは摂食障害であれば、外来に行って週に1回心理師さんに会うなり精神科医に会うっていうのがあって、その次に入院がありますよね。病院への入院で、病院への入院の後にやっぱりそのままお家に帰るっていうのは大変だっていうことで、デイプログラム、こっちでパーシャルホスピタリゼーションと言いますけれども、朝から晩まで、夜は病院にはいないけど、朝からお昼過ぎそれから夕方までの1日でデイプログラムっていうプログラムがあって、特に毎日週何週間か続けていく。でその後に落ち着いてくれば集中外来っていうのがあって、1日3時間ぐらいずつを続けて何週間か行く。でそこでまた落ち着けば外来にステップダウンしていくっていうシステムになってるんですけども、そこが日本はまるっきり抜けちゃうんですね。なのですごく大変なんですね。本人さんたちはもういきなり週1回じゃ先生、日本は特にですけど3分診療で、話聞いてくれるのか聞いてくれないのか分かんないみたいなところで、お家でじゃあ頑張ってくださいって言っても治療にならないっていうところがすごくあるのでね。なるほど。それでここでマサエさんの書かれている本、そして翻訳されている本を少しご紹介していただけますでしょうか？
そもそもは翻訳から始まったんですけれども、この摂食障害から回復するための8つの秘訣っていう、これ訳本なんですけれども、これを書いたキャロリンさんっていう人は、彼女ももう今70代ですけれども、ご本人が高校生の時に拒食症になって回復されて、でそれから心理師になって、こちらで初めてのそのごめんなさい、さっきレジデンシャルが抜けましたけど、治療施設、病院ではない滞在型の治療施設を作った人なんですね。でそれで摂食障害の患者さんをもう何百人何千人見て、でその中で結果的にきちんとみんなが治るっていう体験を踏まえて、この8つの秘訣を書いてるんですけれども、でこれの、ワークブックっていうのがあって、やっぱりただ薬飲めば治るっていうものではないので、やっぱり自分なりにやっぱりワークをしていくっていう必要があるんですよね。なんかこのワークブックっていうのがあるのと、あとこれは私はこうして摂食障害から回復したっていう、ここにジェニーさんの写真があるんですけど、この方も自分で摂食障害を回復して、これはまあ患者さんの目から見た体験談みたいなもので、あとはまあ過食症に関してのやっぱ日本では本がなかなかないっていうことで、過食症を食べても食べても食べたくてっていう、これは患者さんだった人が回復してから、積極的にその過食症の人たちを支援していくっていうことで書かれた本で、であとは去年一昨年かな、これ私が書いた本なんですけど、その食べ方病気ですっていうことで、アメリカ、日本にね、そのままアメリカのも持っていくと、日本とアメリカは違うんだって、結構お医者さんとかには言われたので、じゃあ日本的に作ろうということで、この本を書いて、どうやったら回復できるのかということを説明しています。あと3ヶ月のセラピーを提供されているというんですけれども、そのご紹介を少々していただけますでしょうか。今個別にオンラインというか電話で LINE を使って、週1回の面接と3ヶ月でプログラムを今させていただいてるんですけれども、やっぱりね、その摂食障害の人って1回話してどうにか変化するっていうことではないんですよね。やっぱりこれはその自分の今までの考え方だったり行動を変えていく必要があるので、ある程度本人さんのコミットメント、やるぞって、やってもいいかなっていう気持ちが必要だっていうことで、あえて3ヶ月にさせていただいてるんですけれども、その中でやっぱりその個別性、その同じ拒食症だろうが過食症だろうが、やっぱり背景がそれぞれ違うので、その個別の問題に対処しながら、プラス食事、みんなが一番興味がありながら一番避けたい問題なんですけれども、それについて、フォローしていくっていうことで、毎日食べた食事を写真で送ってもらったりとかね、あとはその中から出てくる葛藤であったり、もし仕事したり学校行ってたりしたら、そこから出てくる問題っていうのが必ず出てくるので、そういうことに対処しながら3ヶ月で、プログラムをさせていただきます。週に何回ぐらいお話をされてるんですか、患者さんとは。話をするの、電話で直接話をするのは週1回1時間、50分から1時間。で、その間は、一応 LINE で連絡をしてくださって、いくらでもしてくださっていいということになっているので、毎日大体関わってるって感じですか。あ、そうですか。最後に、マサイさんの、なんていうんですか、ご連絡先ですとか、概要欄の方に入れさせていただけますか。また YouTube もやられてますよね、そちらのお話を少ししていただけますか。ホームページが一応あるので、ホームページが、edrecovery.com っていうところから行っていただくことと、昔、ヒマラヤラジオっていうのをやってたんですけれども、それがもう配信ができなくなったということで、今 YouTube でちょっとサボり気味ですけれども、実際的にこの、8つの秘訣を教科書にしながら、YouTube で番組をしています。摂食障害ホープジャパンで調べていただけると出てくると思うので、ぜひ、多分ね、でも自分一人で取り組むっていうのは本当に難しいんですよね。
なのでだけどまあ参考にしていただきながらそれで随分こう回復してますっていう方々もいらっしゃるのでまずはまあ何もないよりは見て参考にしていただけたらなと思います。体型だけでは空間に区別っていうか判断できないけれども、うん、でもすごく落ち込んでいるようだとかその元気がないとか、うん、そういうことであればそういうところからアプローチしてあげるっていう方がやっぱり入りやすいと思います。もしもアメリカにいらっしゃるんだったらやっぱりその治療を進めてあげるっていうのは親切かもしれないですね。最初にあれですか、ファミリードクターに行って相談するっていうのが最初でしょうかね。うん、アメリカもでもファミリードクターがなかなか理解があるかどうかっていうところもあるので、うん、下手なドクターに行っちゃうと血液検査して血液検査にはなかなか出ないんですね、うん、初期の本当の初期っていうかかなり重症になったとしても血液検査上は問題ないんですよ、うん、なのでそういうところ行っちゃって大丈夫でしょその気分の問題でしょって言われちゃうとほらねってことになっちゃったりするので、うん、そしたら専門家のところにやっぱりつなげてあげる方が本当はいいですけど、まあ、保険の問題とかねいろいろあるので、うんまあ、すごい寝ぶけの問題ですねこれは。だからやっぱりもの、まあ、予防としてはねその体型に関してあまり周りがコメントしない、ダイエットしてるっていうことに対してすごいねとかそういうコメントを別にしないで、まあ、ダイエットがそもそも有効じゃないんだよっていうことを本人さんたちが分かってくれるっていうことが一番いいですね。そのダイエットしようがしまいがその人はその人で大丈夫なんだよっていうことのメッセージを送ってあげることの方が本人さんにとってはいいかなと思うんですけれども、はい、すごく私にとっては未知の世界だったんですが、うん、ここの2セッションですごくいろいろ学べることがありました、うんものすごく寝深の問題で精神的な問題で、うん、ここから打破できないで困っている人っていうのはいっぱいいると思います。ですから安田さんの方にその点は相談していただけたら、うん、お気軽にね何か質問でもされていただけたらよろしいかなと思います。では今日はここまでで終わらせたいと思います。2回に続いてお時間ありがとうございました。ありがとうございます。だって概要欄の方にも連絡先ですとか URL とか入れさせていただきたいのでまた本の紹介もさせていただきますので何か参考にできたらと思います。ではよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。